皆さん、こんにちは。今年12月31日をもって、歌手活動を一時休止と、所属事務所の公式サイトで1月21日に発表した氷川きよしさん。2000年2月にシングル「箱根八里の半次郎」でデビューして以来、22年間、演歌の貴公子として歌い続けてきましたが、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作りたいとの意向だとのこと。2019年 NHK 紅白歌合戦での囲み取材時に、氷川さんはキーちゃんらしく、きよし君にはさよならと、きよしからの卒業を宣言しました。その言葉通り、紅白では2年連続して演歌ではなく、アニメ「ドラゴンボールスーパー」の主題歌、限界突破サバイバーを歌唱しています。氷川さんはもともとポップスやロック志向だったようですから、リフレッシュ後はこれまで以上にジャンルを超えた楽曲を歌ってくれることでしょう。ネット上では早くも今年の紅白大トリはキーちゃんで決定だねという声があふれています。またフェミニンを極めて絶対に戻ってきてほしい、そしてパワフルな歌を聴かせて、綺麗なロングヘアにパンプスで歌うキーちゃんを待ってます。自分らしい生き方を楽しんでください。復活の日を楽しみにしています、などリフレッシュ後の氷川さんに期待する声も数多く上がっています。アーティストとして音楽ジャンルを超えて日々進化し続ける氷川きよしさん、演歌の真髄ともいえる新曲群青の糸が2月1日に発売されます。群青の糸のジャケットではポニーテールにしたヘアスタイルと青い着物姿の青年剣士のような姿を披露しています。今作は春の海を作曲した盲目の箏曲師宮城道義を題材にした楽曲だそうです。そして発売を翌週に控え、25日に群青の糸のミュージックビデオが公開されました。昨年の11月に都内近郊のスタジオで撮影されたこのミュージックビデオは、天井から7メートルの長さの3種類の青色のオーガンジーを吊り下げて群青の世界観を演出。ドライアイスを使用することで宮城道義の苦悩を表現し、さらには13万枚の桜の花吹雪が舞う中で氷川さんが歌う凛とした中にも美しさが漂う映像となっているということです。氷川さんはこの映像に、盲目の世界から新たな光を見つけ素晴らしい作品を世に出した宮城道代さんの世界を自分なりに表現したものとなりました。どんなハンデがあっても、どんな苦しいことがあっても乗り越えて、そこでまた輝いていく、そんな強い思いを表現しています。たくさんの皆さんに見て聞いていただいて、この苦しい時代に少しでも明るい希望を感じていただけたらと思います、とコメントしました。なお氷川さんの3月までのコンサートツアーは2月1日東京中野サンプラザホール、2月13日埼玉サンシティ越谷市民ホール、3月5日熊本市民会館シアーズホーム夢ホール、3月7日鹿児島川小ホール、3月29日愛知芸術劇場大ホールとなっています。年内ますますの活躍から目が離せない氷川きよしさん、44歳の決断を温かい目で見守りたいですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、次の動画でまたお会いいたしましょう。